海外の反応チャンネル、素敵な日本にようこそ。皆さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のテーマは、日本に最大限の敬意を。親日国フィンランドが海上自衛隊を大歓迎。フィンランド人から寄せられた意外な声とは、でございます。北欧のフィンランドが NATO 北大西洋条約機構に正式加盟しました。フィンランドが4月4日北大西洋条約機構 NATO に正式加盟し、ロシアのウクライナ侵攻に端を発した欧州大陸の歴史的再編は、クレムリンに大きな打撃を与えることとなりました。フィンランドニーニースト大統領、フィンランドにとって素晴らしい日です。4月4日ブリュッセルの NATO 本部には、新たに加盟したフィンランドの国旗が掲げられました。加盟国は31カ国となり、フィンランドがロシアによるウクライナ侵攻後の去年5月に申請してから1年足らずでの早期加盟となりました。フィンランドの加盟に対し、ロシアのペスコフ大統領報道官は、ロシアの安全保障と国益を脅かすもので、我々は対抗措置を取ると反発。ロシア外務省はフィンランドについて、数十年にわたり国際情勢の中で際立っていた自立性を決定的に放棄したんだとして、軍事的中立からの転換を批判しました。フィンランドのペッカ・ハービスト外相は、ブリュッセルの NATO 本部で開かれた外相会議に初めて加盟国として出席。ストルテンベルグ事務総長をはじめ、各加盟国代表から温かい歓迎を受けました。ロシアと1340キロに及ぶ国境を接しているフィンランドは、第二次世界大戦でソ連に敗れた後、これまで中立を保ってきました。新規加盟は2020年の北マケドニア以来で31カ国目。NATO 拡大阻止を狙い、ウクライナ侵攻に踏み切ったロシアは、その思惑とは裏腹に、安全保障上の大きな緩衝地帯を失うことになりました。NATO のストルテンベルグ事務総長は、加盟を受けて、フィンランドを正式メンバーとして迎えることができ、大変光栄だ、と歓迎。ロシアのプーチン大統領は、NATO の扉を閉めようとしたが失敗した、と強調しました。くしくも74年前の4月4日は、欧米12カ国による北大西洋条約の署名日。ブリュッセルの NATO 本部には、団結と連帯を象徴するフィンランド国旗が掲揚されました。高い軍事力と予備兵力を誇るフィンランドの加盟は、NATO 全体の防衛強化につながると期待されています。一方、1300キロ以上に及ぶフィンランド国境で、ロシアと接することになり、緊張が高まる恐れもあります。スウェーデンについては、トルコとハンガリーが加盟を承認しておらず、今後いつ加盟できるかが焦点となっています。アメリカのバイデン大統領は4月4日声明を発表し、フィンランドが NATO に正式に加盟したことを歓迎しました。その上で、フィンランドと共に NATO への加盟を申請しているスウェーデンについても、できるだけ早く加盟国として迎えることを期待しているとして、加盟を承認していないトルコとハンガリーに対し、速やかに承認手続きを終えるよう促しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は4月4日自らのツイッターに、フィンランドとニーニスト大統領に対して、 NATO への加盟を心からお祝いします。ロシアによる侵略の最中に、NATO はこの地域で唯一の効果的な安全保障となったんだ、と投稿し歓迎しました。さて、今回の映像は
海上自衛隊が所有する練習艦鹿島が今から約10年前の2013年にフィンランドのヘルシンキにあるサウスハーバーを訪問した際の模様です。サウスハーバーへの寄港は海上自衛隊が毎年行っている遠洋練習公開の一環で、他にも北米、欧州、インド洋、東南アジアの各国を訪問しています。海上自衛隊の艦船がフィンランドを訪問するのは初めてのことで、映像でも見学を希望する現地の方々の長い行列が確認できますが、フィンランド在住の日本人の方のブログによると、当日はニュースや新聞でも取り上げられ、大盛り上がりだったそうです。フィンランドの方々から寄せられた反応をまとめました。その反応の一部をご紹介いたします。皆さんどうぞご覧ください。なお、実際の動画は説明欄の実際の動画からご覧ください。海外の反応。美しく高精度な艦艇を目にする機会を与えてくれてありがとうございました。体中が震えるくらいに感動した。僕はいつも日本に敬意を抱いていた。国民や文化はどの国よりも素敵だと思う。日本と日本の人々に最大限の敬意を表します。鹿島、なんて美しい艦艇なんだ。天皇陛下、万歳。美しく、そして力強さを備えた日本の練習艦がこれだ。しかし、なんでサンタクロースまでいるんだ？夏でお休み中だったんでしょ？サンタさんも自衛隊の艦船を見たくて出てきたんだよ。自衛軍なのか、なんだか曖昧な表現な気もするが。誕生した背景を知ればそうは思わないけどね。日本国民が攻撃された場合のみ反撃できる自衛のための軍なんだ。攻撃されてからようやく反撃できるのか。日本がかわいそうじゃないか。ただ攻撃されるのを待つのは変えた方がいいと思うけど。フィンランドもパリ条約で潜水艦の製造を禁止されてしまった。うちの国の潜水艦ってかなり高い性能を持ってたんだよ。パリ条約はドイツを除く欧州の旧枢軸国と旧連合国の間で結ばれた講和条約です。日本も攻撃能力を高めることで抑止力を高めようとする動きはあるよ。壮大な船ですね。バイキングの船が映ってるじゃないか。コントラストが素晴らしい。どうもありがとう。自衛隊の練習艦がフィンランドを訪問してたなんて。わお、これは生で見られたら絶対感動ものだっただろうね。俺はたまたま港に行ってみたら幸運にも目にすることができたよ。俺もあの港に明日行く予定なんだ。もうちょっと早ければ日本の艦船を初めて見れたのに。俺もたまたま近くを通ったんだけど、日本の艦艇を見たとき思わず神風って叫びそうになっちゃったよ。港に入ってくる自衛隊の船を敬礼で迎えるシーンもあれば最高だったのに。確かにそれは俺も見たかったな。尊敬すべき日本の自衛官の皆さんにリスペクトと愛を送ります。
こうやって多くの国が協力し合ってる光景はいいね。こういう関係性がずっと続くことを願ってるよ。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。